はーい、こんにちは。こんにちは。はい、今日は、はい、静かに始まりましたね。そうですね。眠いです。いや、眠れなかったんです、昨日。乃木坂の松村さゆりちゃんがね、はい、あの、キス、路上でキス取られちゃって、そう、乃木坂青春で売ってたのにさ、はい、もうなんかめんどくさいことになっちゃったからさ。それと草木さんが、いや、思い悩んでて。なんで、どうでもいいよ、カットです。はい、というわけで、本日はしりとりトラベルでございます。やばい、やった。これはですね、しりとりを4巡行って、その自分の出たワードだけで、旅行プランを立てるゲームです。はい、今回は、一人旅、カップル、ファミリー、シニアと、4つの、旅行プランが用意されているので、それをくじで引いて、その、それに沿ったプランを考えてください。はい、なるほど。はい、わかりました。じゃあ、どうするか、じゃあ、このホワイトボードに書いてありますから。はい。せーの。はい。僕は一人旅。僕はファミリー。カップル。シニア。はい。シニア。知らねえな、シニアの旅なんて。知らないけど、まあ、今シニア全盛だからね。なるほどね。これを捉えとけば。そう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 。確かにそうだ。はい、じゃあ、シンキングタイムじゃねえな。もうそうです。シンキングタイムはない。まだ答え忘れ。そうだね。わかりますか。はい。じゃあ、文字を決めてください。じゃあ、4順ね。全部で。しりとりの、ミレ。ミ。はい、ミ。はい、ミ。つかめちっちゃい。はい。よーい、スタート。7。ミルク。はい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 。あ、そうか、旅行か。旅行ね。旅行じゃあ、僕ね。はい、クレー。よーい、スタート。クロアチア。おー。クロアチア。シニアに。シニアに。クロアチア。はい。はい、よーい、スタート。3。秋。おー、なるほどね。そういう捉え方で。じゃあ、寺島さん。よーい、スタート。着ぐるみ。早い。はい。よーい、スタート。またみ？ちょっと見せ目さあどうだ、時間もすぐある。ミジンコミジンコミジンコ大丈夫ですか。それでミジンコ、よーい、スタート。いやいやね、でもうちょっとシニアに向けたやつを欲しいな。3。コンドミニアム。1。なんか聞いたことあるけど、ね、意味がわかんない。そう、別荘的なことです。ああ、いいな。クロアチアのコンドミニアム。じゃあ、草木さん、はい、よーい、スタート。ム、はい、から。昔の建物。雑だな。旅行で雑だな。ノー、はい、ノーで寺島さん、スタート。飲み。飲みって何の飲み。まあまあ、そこはね、別に言葉で。飲み、うん、スタート。はい、見れよ。え、あ、そういうことか。み、あ、ほんとだ、こいつのマジで。ただの意地悪だ。はい、どうだ。やべー。水戸あー、確かにね。とね。よーい、スタート。誰だ、癖かクロアチア行ったのに。3。豆腐。豆腐。なんでだろ。クロアチア。こん、よーい、スタート。ふふ、ね、に、風呂。1。あー、いい。風呂はね、みんなやっぱ、うんうんうん、どの年代にも風呂。ロでーす。スタート。みをね、狙ってるんだろうけど。それで飲みっつったのか。3、2、1。え、ロロロ。あ、いやいや、ロロロロロ。ほら、余分なことするから。なんでしょう。え、ファミリー、ファミリー、ファミリーでしたから。いいですよ。ファミリー、ロリータとか。あ、いい。ロリータ。じゃあロリータを使ってください。あ、でもちょっとユリ着ぐるみのロリータで。そう。俺も一瞬思った。あ、そう。まあいいんじゃないですか。まあいいよ。ロリータ。ロリータ。ファミリーに着ぐるみとロリータあってますからね。はい。じゃあ会長さん、よーい、タネさった。その最後だ。3。タニシ。タニシ。やばい。ミジンコタニシ。はい、よーい、スタート。はい、1。シューマイ。急に庶民に。普通になっちゃった。よーい、スタート。いいね。2。1。イカ。
だから、ね、寂しいよね、せっかく旅行考えてるのに。はい、か、最後スタート3、カタツムリ。おー、じゃあはい、はい、じゃあ、はい、おのおの4つ出たので、はい、シンキングタイムスタート。はい、はい、はい、というわけでシンキングタイム終了でございます。はい、はい、じゃあ、はい、お願いします、はい、いきます、はい、僕はカップル で取ったアイテムは、うん、ミルク、ミジンコ、ミト、タニシでございます。ミト行きたくねえんだカップル。はい、ね、トラベルのツアー名、はい、快楽園満喫ツアーものでございます。はい、まず、はい、まず、まあ、カップルでまず水戸駅、うん、茨城県の水戸駅に行くと、うん、まあ黄門様のね像があるんですよ。あ、そうか。それが僕は茨城住んでた。え、住んでた。大学の時4年間、うん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 、詳しいんです。うん、で、そう、まず黄門様の像を見て、うん、ですぐ近くに偕楽園という日本で確か一番広い公園がある、へえ、そこに皆様をご案内いたしまして、ここね、公園って言ってもだからもうすごいんですよ。ああ、なんか新宿御苑みたいな、なんか。ああ、なんかそういう感じだと思う。で、日本で一番ですから。相当だよね。で、池とかもあって、うん、そのボートとか、桜の名所だったりもするんですよ。そういうすごい公園で、うん、ミジンコとタニシの採取を。つまんねえ、つまんねえ、水質調査急にカップルでそんなことやらされるんだ。まあ一緒にしていただいて、つまんないな。で、それやっぱり疲れてくると思うんですよね、はい、疲れたら牛乳を飲んでもいいっていう、そういう旅行でございます。疲れたら飲めるのは牛乳だけです。牛乳だけだ。切ないカップルで行って行って牛乳を飲んでいただくということで、そういう女の子怒るだろうな。じゃあ続いてね、じゃあ林さん、はいよ、はい、僕はシニア向けの旅行プランで獲得したものがクロアチア、うん、コンドミニアムだった。コンドミニアム、アム、コンドミニアム、豆腐シュマイという、うんうん、で、ツアー名セカンドライフ体験ツアークロアチア1ヶ月という。1ヶ月もシニアで、シニアにですから、もうだから普通の旅行を楽しんでくださいっていうより、うん、もっとね、もうがっつりシニアを獲得するために、うん、最近永住する方が海外に多いですから。多いって本当に多いっていうね。ただやっぱ大切なのはその地域に長い期間行かないと、うん、1週間とか3日ぐらいでそこに行っちゃうといいとこしか見えないということらしいんで、うん、なるほど。なのでその別荘みたいな場所に1ヶ月がっつり、はいはい、体験として楽しんでいただくと、うん、飲み出しとかね、調理とか、うん、スーパーがどこにあるとかもう全部わかるように、うん、ただやっぱ食事が、楽しくなくなっちゃうと思いますから1ヶ月もいると、はい、外食ばっかりでね、うん、だから豆腐とかシューマイという日本で親しまれてるものが1週間に1遍ぐらい、その1週間豆腐はわかるけどシューマイのチョイスがあれシューマイ多分やっぱね横浜にお住まいの方が対象なんじゃないですかね。崎陽軒のシューマイをわざわざ空輸してくれるっていう懐かしの崎陽軒のいろんなもん空輸してくれよというで体験ツアー、1ヶ月楽しんでください。そうか、お金は関係ないからね。そうそう、それでいいわけだ。しかもこれがもしね、プランとして当たればね、うん、皆さんが考えた旅行よりもはるかに旅行会社は儲かりますから、ね、シニア層だ。そうそうそう、そういうプランです。はい、はい、じゃあ、高田さん。はい、はい、僕は、一人旅で、はい、ワードが秋、昔の建物、風呂、イカで、京都、古民家、一人旅。お、こういう感じで。おお、あ、なんかいいですね。秋、秋っていうか、そうですね。こうね、その紅葉、秋の紅葉の京都の 並木道をこうずっと、これ10キロぐらいあるんですけど、10キロ長っ、大変だな。10キロ、まあ一人旅だからそういうのを見て楽しむ、こういう順でだバーって歩いていったらその先に古民家群があって、うん、もう好きな古民家に泊まれるんです。で、10キロ歩いたら結構疲れるじゃん。疲れるからこの古民家に泊まった上で中にあったでっかいヒノキ風呂に入れる天然温泉いいですね。で、いいね、そこで函館とかから空輸してきた新鮮なイカをその熱い温泉で関係ねえじゃん、イカ京都に一切関係ない京都の食い物
カなのよ。イカの食べ方っていうのが、その天然温泉でしゃぶしゃぶにするっていう。ああ、なるほど。黒木黒の。するところやっぱイカの味がすごく引き立つ。自分が入ってる温泉に。いやいや、それは別。温泉を湯で。そう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 。で、しゃぶしゃぶにして食べるっていう。はい、牧場のツアーで。そうですね。食事以外は今日3番。食事以外は意外と高いからな。そこが一気にね。はい。じゃあ僕ですね。僕はファミリーでね、カタツムリ、ロリータ、着ぐるみ、のみですね。はい。やっぱりね、親子の絆が失われつつある、現代。これをやってほしいです。ファミリー巨大迷路、でんでんパークでございます。あ、その場、どうぞ、その場。そうですね。はい。ここのスタート。見えたからいいけど。はい。この、でんでん節のね、中心からスタートして、まあ、出口出るまでと、やるわけですけども、やっぱり始める前にですね、体中に飲みをつけてもらって、血を出なければ血を失うという、そういうシステムですね。で、それを邪魔をするのが、ドリータファッションに身をまとった着ぐるみです。それはですね、邪魔を避けつつ、出れたものが、やっぱり親子の絆を取り戻すんですね。旅行プランですかね。デンデンパークは島ですから、完全に。うわ、怖い。島なの。デンデンパークって島ですから。ロストみたいなことになっちゃう。怖いな。出るってね。なんだろうな。はい。これでも自分で行きたいやつじゃなくて、待ってるかっていう。そうそう。その旅に対しての、その中で最大限いい旅行プランであるかどうかっていうことね。ね。で、どうすかね。では、指差し行きましょうか。ああ、失礼しました。はい。はい。はい、では行きました。はい、せーの。草木さん。草竹さんかな。あー、草木さん優勝。3票。3票入ったか。よっしゃ。いや、よかったな。よかったね。確かに。これはさすがに。イカ以外がよくなかったですね。そうですね。だってこっちだって牛乳飲むとか言ってるそっちだってシューマイでしょ。そうですね。もっとね、無駄なのかなって。こっちは。そうですね。それだけは言ったら全然いい。そうだな。くそ。皆さんもいい旅を楽しんでください。おお、いいの。はい、では実は以上でございます。ありがとうございました。